トリアンタ同時期に並行して開発されたザクセンゴルトトリアンタはカイウサギの品種の一つ。明るい赤毛、尾と足の裏は炭鉱褐色である。原産地はオランダでドイツの品種ザクセンゴルトにより改良された後、1980年代初頭にはイギリスへ輸出された。1990年代にはアメリカ合衆国にオランダとイギリスから導入された。品種名は ドレンテ州の救命から取られている。オランダドレンテ州圧線で教師をしていた h アンドレにより、ハバナ、パピオン、タンを掛け合わせて1938年に作られた。アンドレイはオラニエナッサウケを称えるため、オレンジ色のウサギを作り出すことを目標としていた。1940年5月1日にオランダで品種登録された。直後の5月10日には、 ドイツとの戦争が勃発、鳥あんたは密かに飼育されたが、多くの動物が死んだり食用として扱われ、終戦時には、アンドレイの飼育するウサギもまたそのほとんどが、失われていた。1957年には登録されていたものの、アンドレイ没後の1966年には、登録から外されている。一方、ドイツでは1925年より、リハルト・ベナックにより、 ハバナ、チンチラ、タン、ニュージーランドレッドの後輩によって、同様の試みがなされており、ザクセンゴルトと呼ばれる品種が作られていた。リヒャルトは1945年に死亡したがその子が後輩を続け、1951年にはドレスデンで発表された。ザクセンゴルトは1968年にオランダに輸入され、トリアンタの品種改良に用いられた。結果、 1971年にトリアンタがザクセンゴルトとして再登録され、1976年10月1日にトリアンタの名称に変更されることになった。その後、アメリカウサギブリーダー協会、イギリスウサギ評議会でも登録品種となっている。頭部は短く幅広の球状、耳は先端が丸く8トルから1 0トル。体毛は柔らかく密集しており、 毛色は明るいオレンジか赤であるが必ずしも遺伝するものではない。イギリスウサギ評議会では体重 2kg から 2.75kg としている。ありがとうございます。